JA 津揚げが毎年開いているもので、会場ではステージイベントをはじめ季節の野菜をお値打ちに販売するコーナーが設けられているほか、みかんの詰め放題も行われ、大勢の買い物客が詰めかけました。また津市の新たなブランド野菜として栽培され、戦国武将の藤堂高虎にちなんで名付けられた高虎ネギも販売されているほか、天ぷらが試食できるコーナーも設置され、買い物客が甘みの強い高虎ネギの味わいや食感を楽しんでいました。この JA 祭りは明日も開かれていて、担当者は野菜をたくさん取り揃えているので家族で楽しんでほしいと話していました。